オオーディオブック動画歴史的文献探索秘密結社明治33年1900年3月フランス哲学博士リニオレチョその21秘密結社の児童自由校舎による英才教育小さい頃から自由校舎の庇護の下に置かれて育てられた自由校舎員は酒に溺れ 陰欲にふけるものとなり、また革命家となり、社会秩序の破壊者となって、結局自らを破滅させるものとなる。反伝統宗教を掲げる自由公者にも、なぜか、宗教めいた洗礼式と献身式がある。その危機開会な儀式等を通して、反宗教、反道徳、反真理を、自由公者流の道徳や真理だとして、小さい子供に教え込み、洗脳していく。自由公者は、 子どもに対し、天然自然の禁じ的自由の体調を読むことを勧め、彼らを淫乱にさせる。秘密結社の児童、自由校舎が、すでに婦女子たちを利用するのであるから、どうして児童をも利用しないことがあろうか。婦女子を養女にするのは、全世紀、18世紀に始まったが、児童を養子にして活用するのは、今世紀、19世紀からである。 児童が自由公社の養子となるときは小さなオオカミという名を賜ることとなる。この名には実は意味がある。児童は往々にして自由公社員の子供であるとされている。その父もしくはその後見人がこの児童を抱えて自由公社に至り、自由公社的洗礼のような儀式を執り行って養子として編入する。つまり自由公社に加入するのである。 その儀式は著しく長い時間をかけて行われる。私はここで二箇条だけを引用して、そこでの儀式をご紹介したいと思う。まず、自由公社にも代理基地というものはいるのであり、その代理父は右手に炎直器を持ち、その下の端を小さい狼の胸の前に寄せながら、語っていわく。そなたも、この炎直器に習って、 キリスト教や仏教などの伝統宗教の道徳等ではないところの自由公社流の道徳と真理の道をひたすらまっすぐ歩きなさい。とこの子供つまり小さいオオカミに対して一生涯自由公社のために良い社員になりなさいと教えているのである儀式の終盤にはこの小さいオオカミをして自由公社流の道義と真理の道を歩ませるためにまた 自由公社流の理性と良心とがキリスト教などの伝統宗教上の道徳等による先入観やビューロントに染まらせないようにするため聞く求人水最大限努力するという誓いを参列者に立てさせるその後尊者グルは水を持ってきてその手を洗い手を拭い終わるや祭壇の上にお供えしてある酒壺を手に取りこれを代理父に授けるのだ実はこの儀式には一大秘密がある。 そんじゃグルは人差し指を酒つぼに入れて浸してから子供小さい狼に舐めさせながら彼に語って曰わく。何ニよ、ピエールもしくはジャン。そなたの口はよろしく自由降者流の賢明な原理を言葉に表すべし。と次に同じく人差し指を酒つぼに入れて子供小さい狼の左右の耳に塗りつけながら語って曰わく。 自由公社流の賢明なる教訓を常に傾聴せよと。三度目は、酒壺に浸した指を小さい狼のまぶたに当てて曰わく。そなたの目は、よろしく、天然自然の近重的自由に関する体調を読んで学ぶべきである。と、この儀式において、最も機械なことは、お酒をもって、賢明の表彰とすること、すなわち、自由公社流の賢明を求める場合には、とっくりをもって、 つまりお酒を酌み交わし、お酒を継ぎ回りながら、それを求めなければならないとすることである。この自由公社流の洗礼儀式が終わると、ろうそくを消し、尊者、グルは、伝道内のすべての大工に告げて、儀式が完了する。後日、カトリック教会でなされるような、献身式、献身式、コンファメーション、すなわち、小さい狼が自由公社に対する、 いわば信仰を固めるための儀式を希望した場合にはこれを受けることもできるこの献身式の中で最も注目すべきなのはこれを受ける者はその罪や過ちを白状することを余儀なくされることである孫者グルはここで彼を励ますために厳酷な言葉を放っていわく何時の罪や咎が我々に知られないと思って自らを欺くようなことをしてはならない 自由校舎のような結社に献身式があるということは誰が想像できようか。しかし、このような例は一つや二つではないのである。児童が献身式を受けたとき、いな、それ以前の洗礼だけを受けたときでも、もはや、すでに自由校舎の庇護の下に立ったものであるとされる。従って、自由校舎は、その力の許す限り、また、その領収の望みに応じて、 小さい狼たちを警護し必要な場合にはその教育を支援し助力しなければならないのだ児童は18歳に達すると晴れて正規の公社員秘密結社党員になることができるところが小さい狼ではない他の人々の場合は21歳以上でなければ公社員になることはできないこのように幼少の頃から 自由公社の主義や価値観によって教育された青年指定は、後日、どんな人間になってしまうのかは、その実際を見聞きすることを待たずして、容易に推察することができると思われる。自由公社の養子となった児童は、ゆくゆくは、一人残らず、皆、淫乱酒のみとして、有名になる者たちであり、また、過激な革命家となり、残酷な社会秩序の破壊者となる。社会からどんなに呪われようと、 彼らもまたその多くが社会を呪いつつ滅ぶものなのである。